よしお程よい人あなたは仮面をかぶっていらしたその仮面を脱いでください泣きながら京子は言うけれど私としては別に仮面をかぶっていたわけではないただ最も温厚な方便を講じ いわば中道を歩いたにすぎない中道を歩く者にどうして罪などを犯せるものか人々から非難される理由を私は自分に発見できないのだあるいは私はあまりに謙虚な態度を装ったかもしれないしかし謙虚な態度というものは いかなる場合にも尊重されてしかるべきであろう。ことに同僚から金を借りるような場合、どうして傲慢な態度など取れるものか、私はいつも極めて静かに話をした。哀れっぽく持ちかけて相手の心情を動かすというようなこともせず、深刻悲痛な調子で、 相手の同情を喚起するというようなこともせずただ静かに謙虚に話をしたつまり程よい話し方をしたのである1万円ばかり1か月間融通してもらえないでしょうか1万円ばかりと金額をぼんやりさせておくことが大切でありそのかわり1か月間と 期限を明確にしておくことが大切なのだ。この点を私は強調した1ヶ月後にはおじから金が来ることになっているまかり間違ったら僕自身の給料をそっくり返済に当てるつもりです私の月給は1万円と少しばかりあるしこの義に不安はないただおじというのだけが方便であるが それも言葉の上のことで他から金が入る約束になっているのだどうにも切羽詰まったというほどのことでもないしぜひともとお願いできる事柄でもないがもし融通してもらえたら大変幸せだとお話ししてみたのです少しくゆとりを示しておくことが必要なのであるこの説は病気をしたらとてもいけませんね 診察料のほか注射薬飲み薬とんぷく薬とどれもこれもバカ高いしその上に持用物を取らなければならないし僕のような貧乏人には大恐慌ですまあ僕が丈夫だからいいようなものの母と妹と3人暮らしのその母なものだからできるだけのことはしてやりたいのです 母の病気が治らないうちには僕は結婚も住まいと心ひそかに誓っているような次第です今住んでいる家が繊細にも合わずに残ったので日常に不自由はしませんが売り払ってよい金目のものもありませんしあまりひどいタケノコ生活をしても母に心配をかけて病気に触ってはいけないとあれやこれや考えて全く。 気が腐ってししままいました。そういうふうにあとは世間話みたいに流してしまうのであるだが嘘はあまりない母の病気というのも本当だ母は右肺に結核の病巣がある患部は固まっているので差し当たって心配なことはないが普段に警戒を要する過労や栄養不足は ことに避けなけなななればならない。この母を大切にしたいというのが私の真意なのであるかくて話の全般に気を配り多少のゆとりを示し決して押しつけがましくならないように話をしたそれになお私は自分の人相についても自信があった色は白い方だし 眉根は開き額は広くことに鼻がすっきりと高くうぬぼれではないがノーブルな顔立ちといって差し支えない私自身の経験から考えても要望に非戦さや卑屈さや凶悪さなどが感じられるものには金を貸す気にはなれないがそうでないものにはうっかり金を出してやりがちだ つまり私は借金をしやすい人相に生まれついているのである。しかし、こちらはいくら条件がそろっていても、全然余裕のない相手では仕方がない。これは絶対的なことで、前もって私はひそかに物色しておいた。同じ会社に勤務していれば、多少の余裕があるかどうかの検討ぐらいはつく。 そこで借金を申し込んだのであるが大抵成功したただ金額の点で1万円が78,000円に値切られたことは往々ある有数の大会社なので同僚も多くあとには私の手に集まった金も10万円に達したしかし私は返済の期日を遅らしたことは決してない 機関ををするることが、信用を得る基礎なのだ各個人から秘密に融通してもらったとはいえどうかした表紙に他へ漏れないとは限らないしかし期限を減守しておりさえすれば信用を損なうことはないその上しばらく期間を置いて統一人から再度の借金もできるのである 約束の期日になると私は返済金にピース10個ぐらいは添えた同僚の中だし利息を出そうとしても取りは済まいし謝礼にタバコ10個などまあ程よいところだろう私の見当では借金の金額はもっと増やすことができたしかし10万円程度にとどめた図に載ってはいけないと 自ら手控えたのである。つまり私としては程よく自分の分を守ったつもりである右のような借金政策を私に示唆したのは黒川桝太郎である戦争中内地部隊で彼は私の部下だった私の方がだいぶ年下であるが私は主計少尉になっていたし 彼はまだだ順位だった。終戦後互いに音沙汰もなく過ごして私がもう忘れかけている頃彼は不意に私の宅へ訪れてきたいろいろ貴重な品物をリュックにいっぱい詰め込んだのを手土産にと差し出した「お礼の気持ちです」その言葉が初めは私の歩に落ちなかった。 彼の態度や言葉には定住さと粗暴さとが別々に目立ち彼の服装にもキリッとしたものと投げやりなものとが混じり合っていたつまりどこか統一の取れない感じだった話を聞いてみると彼は闇ブローカーのような仕事をしていたが最近は金貸し業を始めたとのことで 私はちょっとあぜんとした。それからなお雑談しているうちに彼のお礼の気持ちというのも分かった舞台解散の折莫大な軍需品がある程度まで経理部の自由になったので私は黒川の家庭が貧しいと聞いていたから若干量の物資の自由処分を彼に目秘してやった。 そのことを彼は恩に着てるのである彼はその時に得た金を元手に闇ブローカーをはじめそこから金貸しへと転業しただが資金はまだ十分でないらしいこのようなことをお気に入りますまいが一つ銀行に金を預けるつもりで私に預けませんか責任を持って 月2割の利子を差し上げます。そうすれば私だって儲けることができるしあなたも儲けるというわけです軍隊にあっても彼は私に誠意を示した今も私に誠意を持ってることが私には感じられた還元を持って私から金を引き出そうとしているのでないのは明らかだった ただしその金のことだが私には預金などほとんどなかったそれを率直に言うと彼は簡単したようなうめき声を立てた久しぶりだというわけで私はとっておきのウイスキーを彼に振る舞った彼は遠慮なくそれを飲みそして遠慮なく私に金儲けの方策を授けた 舞台解放の折、私がほとんど資料を図らなかったことを、黒川は今になってはっきり知って、不思議がりもし、簡単もしたが、私自身には別に自慢とはしていない。正義感などという問題ではない。程よい道を歩いたにすぎない。それから2年まりたって、黒川から勧められるまま、 金儲けを図ったとしても別に心境に変化をきたしたからではない黒川は金貸しの仕事を単にビジネスとして考えている本来そうあるべきだと私も思う相手の高血を絞るというような結果は借り手の参謀から起こることだ金融が極端に緊縮されている現状では金貸し業者の助力によって 倒産を免れる事例もあるし多大の利益を得る事例もある黒川が説明してくれたことを私も承認するだから私が彼の尻馬に乗ったとで非難されるには当たるまいその上舞台解散のあの当時と同じく私はある意味で彼に助力してやることにもなるのだ 黒川の言うところによれば金貸し業者の中には現在10日間に2割もの利子を要求するものもあるとのことしかし黒川はもっと温当なのだ1ヶ月に3割の利子しか要求しないその代わり手堅い取引にしか応じないそれでも回収不能なこともままあるだから私がもし出資してくれたら 月に2割までは保証するという。それによって黒川自身も儲かる目安が立つし私はもちろん儲かるところで私の方のその資金なのだが元より手元にはないしかしまあ2万か3万は自分でこしらえなければいけないと黒川は言うそれから先は容易なのだ 私の会社には、小金を持っている同僚がいくらでもいるはずだしまあ、一万ぐらいなら融通してくれるだろう学校教員だの下級官僚だのとは違って小金を握りしめて話さない気風でもあるまいうまく話を持ちかければよろしいただ寛容なのは一か月以上の期限にはしないことと期限には 必ず返済することだその最初の返済のためにその最初の返済のために23万は作らなければいけないそしてできた金を黒川に預けておけば月に2割の利子は確実に増える期日をずらしておけば利子だけで元金が払えるばかりでなく雪だるまのように大きくなってゆく仮に 20人から1万ずつ借りて20万集めれば月に4万もうかることになる同僚へはわずか1か月のことだし利子を払うには及ばないしたばこの10個もお礼すればよかろうそれでも先方にとっては銀行利子よりははるかに上回るのであるこのようなことをほかへ漏らしてはいけませんよあなたの名誉にも関わる 私としてはご恩奉仕のつもりです。他の人がいかほど持ってこようと断じて引き受けはしない。私は金貸しで借りる方じゃありませんからね。黒川は愉快そうに大笑いしたのである。私には金の入り用があった。母への教養のためもある。妹の扶養のためもある。 それらは家庭における私の当然の責務であるその他三上京子との交際のために多少の小遣いがいる給料だけではなかなかやってゆけないのだ京子は会社の女事務員でまあ私と相愛の中である強烈な恋愛をしたわけでなく 「いつとなく上皇を結んだという甚ははだ平穏な関係なのだ」「この話についても私は程よいところを歩いたことになる」「愛情の機縁などというものはなく若い男女が普通互いに憎からず思う程度の気持ちのうちに彼女のアパートの部屋で2人寝転んでしまったのだ」 特別に印象深い情景などは何もない彼女は体の大柄な方で精神的にはいささか鈍いところがある長めの顔立ちに小さな目と小さな鼻と小さな口とがぽつりぽつりと置かれた感じで鼻筋はよく通りそして字刃の格好が大変美しく整っている私は そのだを一番よく愛したともいえる彼女は一度結婚したことがあるのを誰にも隠さずこれから一人で自活するのだと言っていた全体としては質素な生活をしているが砂糖とバターにはお金を惜しまなかったそれから顔の色艶にも変化が激しく皮膚が美しくさえて住んでいることもあれば醜く濁って くすんでいることもあるが、それとは別に気分は大抵明るかった。何かしら統一の取れない感じを私は受けた。そのことがかえって私を引きつけた由縁かもしれない。私たちは同僚の目を避けて映画を見に行ったり、コーヒートンに入ったり、郊外散歩としゃれたり、彼女の部屋で酒を飲んだりした。 甚ははだ通俗的でミミッチーといえばそれまでだが言い換えれば羽目を外すことがなかったのだ一方では私の借金政策はうまくいった返済期限を厳守したため借金をしながらかえって信用を得たとも言える黒川は私に対してやはり誠実で色々いろいろ指導をしてくれたりした最初に少しく無理算段しただけで 黒川の手に託される私の資金は次第に増えてゆき、入り用な小遣いはいつでも引き出せるようになった。使うことばかり急いではいかんと、黒川は私をたしなめた。万事が調子よく進んでいった。私は至極安泰だった。待望や野心がなかったからだ。そして、 自分の分を守って中道を歩いたからだ私は全くのところ程よい人間なのであるそして程よい生き方をしたのである程よい人間が程よい生き方をするのは何の悪いことがあるかところがおかしなことが起こってきた黒川のところには以前の仕事の関係上 いろんな闇物資が持ち込まれることがあったそれが時価よりははるかに安いのであるその中で靴下とかシャツとかいう日用品のしかも数量の半端なものを私は時折譲り受けることにしていた妹にも少し買ってやった薄茶のウールの洋服地があったのでスーツ1着分を京子にも買ってやった その身長のスーツを着た京子はこれまでの黒ズボンの姿に比べると見違えるほど立派になったそれが人目を引いたものらしい京子には女事務員の仲間が数人いる彼女らの中には女特有の鋭い勘で私と京子との関係を築いている者がいたようだ 私の男の同僚の中にも私たちのことをうすうす気づいている者がいたらしいそれでも別に問題になるほどのことではなかったそこへ突然京子の身長の洋服だ男にとってはどうでもよいことだが女にとっては大問題である京子は仲間たちから新たな好奇の目で見られ直接の湯屋まで浴びせられた 恭子の方では上手に出て私からの援助を平然とにおわしたと見えるその波紋がどう広がっていったかは私にはわからないが間もなく私の方へも打ち返してきた会社からの木と中尾が私を追っかけてきて顔なじみの酒場へ誘ったそして焼酎を飲みながら探りを入れてきたそれも 私に対する好意からのことであるから私にとってはかえって厄介なのである君はいろいろな人から金を借りているらしいがそれほど困っているようにも見えない一体どうしたわけなのか打ち明けてくれないか言いにくいことだったら無理に聞こうとは思わないが少し心配になるよいや簡単なことだ おじからの仕送りの約束がとかく遅れがちなのでその間のつなぎに借金をするのだと私は説明したおじという架空の人物は常に使っているので省略するわけにはゆかないのであるしかし借金の数が次第に増えているらしいじゃないか現在何人ぐらいから借りているんだいその言葉から察すると 私の借金はもうだいぶ知れ渡って一般的な話題ともなっているらしいしかし期日に間違いなく返せばいいわけなのだ私はそれを言ったうんそれはそうだがね僕に対しても君はそうだったし約束を違えたことは一度もないらしいだがついにはどうにもならなくなるよ僕はそれを心配しているんだ 雪詰まりの日が必ず来るその時はどうするんだい自殺か犯罪かと君は考えるだろうが大丈夫心配はいらんよ中野はぎょっとしたように私の目を見つめた自殺か犯罪かそれを彼は想像したに違いないし他にも同様なものがいるらしいしかし 私のような程よい人間にそんな大それたことができるものか中尾は突然話を変えた立ち入ったことを言うようだがあの三上京子ね彼女に君は貢いでいるか絞られてるかしてだいぶ金を使ってるという噂もあるこれは注意しなけれゃいかんね私のことが問題になったのは そんなところからだろうと私は直ちに感じたこれは全くまずい私は嘘を言った彼女に金を借りたことがあるのでお礼心に洋服辞を送っただけでたいはないし第一女に対する礼は厚くしなければならないなどと言いながら私は少し冷や汗をかいた中尾は信じかねるようにそして 不満そうに焼酎を煽ったいろいろ噂にものってることだし用心しなくちゃいかんよそのようなことで結局あやふやに終わった私の方では借金の整理方法もつきかけてるから安心してくれと中尾の手を握りしめてやった実のところもう大して借金を繰り返さなくてもよいところまで 黒川の手にある私の資金は太っていたのである会社においては私の周囲に微妙な雰囲気が漂っていたひそひそとした噂話好奇の目不安そうな目冷淡なそぶりわざとらしい同情的態度などさまざまなものが私を中心にして誇りのように舞い立っている感じだそして ただ雑然としていてまとまりがなかった。それを打診するようなつもりで、私は同僚の一人に借金を申し込んだところ、たやすく一万円貸してくれた。意外だった。私は何か反発的な気持ちで、期限の来た他の借金を返すとき、その男の机に謝礼のタバコ包みをわざと人目につくほど好然と置いた。 それを彼はこそこそとカバンにしまったざまあ見ろという思いで胸がすっとしたそういう雰囲気を背景にして京子が私につっかかってきた彼女は私を避けてるふうだったし私の方でも遠慮して遠のいていたが突然アパートに来てくれというその約束の日曜の午後私は 腹を据えて出かけた。何か重大な相談があるらしく感じられるし全て彼女の意向に従う覚悟をしたのである彼女は珍しく和服を着ていてよそよそしい丁寧な態度で私を迎えた私がいつも飲むことになっている通りに紅茶とウイスキー等を出したチーズと果物が添えてあった気重い沈黙が続いた後に 彼女は言いだしたあなたは私に隠していらっしゃることがおありでしょうそれをすっかり聞かしてくださいませんかいったいどんなことなのと私は空とぼけた彼女は私の顔をじっと見た会社のいろんな人からお金を借りていらっしゃるでしょええ借りてるよ私は 無造作に頷いてみせた。それをなぜ隠していらしたの馬鹿げた問いである人に金を借りてることなど隠すも隠さないもないどうでもいいことなのだわざわざ吹聴するほどのことでもないのだところがそうでないと彼女は言うのである彼女のことで金がかかって困るのだったら別れてもよろしいと。 そんなことまで言い出す。どうも話の筋が通らない「君こそ何か隠してるんだろう」突っ込んでみると彼女は打ち明けた主任の戸田に呼ばれて散々注意されたとのことだその戸田の説によると私は数十人の者から莫大な借金をしていていつ破綻をきたすかわからない状態にある 破綻をきたしてどんな不正なことを働くかわからないしどんな犯罪を行うかわからないそういう男との交際は用心しなければいけないことにそういう男から何らかの世話を受けてるとするとこれは一心の破滅になるすでにいろんな噂が飛んでいる噂はまあ噂として今後のことに気をつけ 立ち直る覚悟が寛容であるとにかく私のような男には十分警戒を要するそれを聞いても私は別に驚きはしなかったただ余計なおせっかいだと思った私が不正や犯罪を働き得るほどのものでないことは私自身がよく知っている会社の中には 現にいろいろな不正が行われている関係方面になされている贈賄や収賄物資の横流し不正な取引などがあるいは会社の名においてあるいは個人の名において随分行われているほとんど公然と話題になっているものさえあるそれらのことそしてそれらの人々はいったいどうなんだ 私の方は何も悪いことはしていない。金は借りても期日には返すし、さしょうながらも謝礼もしている。今日ことのことだって無理に言い寄ったわけではなく、いわば自然の同感合意によるところである。それらすべてにおいて私はつつましく動いてきた。常に文を守って程よいところで満足しているのだ。 そういう私のどこに不正や犯罪のにおいがありあるいはその方ががあるのかそういうことを私は静かにそして謙虚に説いていったところが全く思いがけないことが起こった言葉が途切れてタバコをふかしウイスキーを飲んでいると 京子はふいに大きはいいえ、あなたは冷酷な人です冷酷とか熱烈とかは問題になっていなかったときのことだ。彼女は何を考えていたのであろうか。いいえと何を断定したのであろうか。私は思考の手がかりを失ってぼんやりしていると、彼女の目は、 妙にギラギラ光って私を見据えたあなたは私が妊娠することを避けていらっしゃるでしょうそれもまた唐突なのだもっとも私にはまだ結婚の意思はなく彼女もそうらしいし従って彼女に妊娠されたら困ると思ってそれを避けてきた私の程よい行動の一つなのであるしかしそのことが 私の借金とか家庭の犯罪とかに何の関係があるのだろうか彼女のギラギラ光る目は霧がかけるように曇ってきて今度は泣きだしたあなたは私を本当に愛してはいらっしゃいませんもうお別れしましょう私が黙っていると彼女は泣きながら言った あなたた。は仮面をかぶっていらしたその仮面を脱いでください私は何かぎくりとしたがなぜだか自分にもわからないのだ実のところ私は仮面などつけるほど悪辣ではなくむしろ素直で謙虚ではないか僕は仮面をかぶってやしないしその必要を感じたこともない いつもありのままの素顔で押し通してるつもりだ不思議にいや当然かもしれないが私の心は冷たくなっていたそして彼女をヒステリックだとさえ感じた彼女の方は青ざめて澄んでいるそれを見ながら私は彼女の日常の顔の変化皮膚が美しくさえたり 醜くくすんだりする変化をふと思い浮かべてそれは単に生理的変化にすぎないものだろうと妙なことを考えた僕の顔はいつも素顔だよただ生理的変化がないだけだ彼女はきっと顔を上げたその目に敵めいたものがひらめき頬の肉がけいれん的に震えた 彼女は自分のコップにもウィスキーを継ぎ、残りを私のコップにすっかり開けてしまったお酒には勝手によってそして女に向かってはいつも生理的変化生理的変化っていやそんな気持ちで言ったんじゃないよよくわかりました仮面には生理的変化はございません私は口をつぐんだ いきなり抱きついたり接吻したりすれば私の粗忽な言葉も冗談になってしまうかもしれなかったが彼女から私を押し隔ててるものが何かあったそれは「程よきを守る」という私の主義だったであろうか私はウイスキーに程よく酔ったが彼女とはもう融和のできない気持ちでその部屋を出た 封筒に入れた1万円の紙幣を黙って彼女の机の上に置いてきたそのようなものを前もって用意していたことをその時はっきり意識して頭は熱くなり心は冷え冷えとした京子は会社を辞めた他に転勤したものらしい私へは改まった挨拶もなく 私の方からも手を差し伸べようとはしなかったしかし彼女のことは妙に心の隅に残ったそれが当然のことかもしれないがどこかに曇りができたような感じだそして私は自然的にもまた恋にも会社では全てに冷淡な態度をとった口はあまり聞かず笑うことは少なく ジムはのろのろとやり、誰にも迎合せず、誰にも逆らわなかった。京子の退職と関連して、私に向けられる視線はなお必要になったが、私はそれをも無視した。ところがある日、ジムの処理にちょっと手間取り、しかもその日のうちに片づけておきたかったので、1時間ばかり居残って仕事をした。そこへ、 西山さんが茶を持ってきてきくれた。お勉強ですなあ善良そうな笑顔をしている彼はしばしば居残って仕事をするほどの勤勉家であるもう50歳を越した小柄な男でいつもニコニコしていて何の屈託もなさそうでどの点から見ても善良そのものの感じだ 私が仕事を終えたのを見届けて茶を持ってきてくれたものらしい西山さんは私のそばに腰を下ろして私と同じく茶を飲みタバコをふかした「お寂しいでしょう」と彼はぽつりと言った「私が何のことか分からずにぼんやりしてると京子さんが会社を辞めたんで」 も投げにってののけるのである。であそれから一つ二つ世間話をして彼はまた子供も投げに尋ねた「あなたはだいぶ借金があるとのことですが一体全部でいかほどになりますかな?」「全く世間話の調子なのである」「会社の多くの者のが問題にしてる私の借金のことも」 善良な西山さんには全くの日常茶飯事らしい私は曖昧な返事で濁したが彼はお構いなしにいろんなことを言うつまり借金などというものは多くの相手からなすべきものではなくできれば一人からが一番よい期限を厳重に守るのは私のような若い者としては関心の至りである ついては、会社の給料と万一の場合の退職手当等を担保にするならゲップ払いにでもして入り用な金額をひとまとめにしてお世話してもよい京子さんの方にも金がかからなくなったからゲップ払いなら楽だろうゲップ払いなら楽だろうその代わりこの説のことだから月1割ほどの利子は出してもらいたい まあ考えておきなさいよ何事もくよくよするもんじゃありませんさそして彼は私の返事も待たずにスッと立ち去ってしまった私は変な気がして長い間両の手で額を抱えていたそれから突然腹が立ってきたあの善良そうな西山が 私のことを何もかも知っていて、おそらくは自分の金を月に1割で貸し付けようとしているのだ。私は直感的に思い当たった。ああいう善良さこそ不尊の至りであり、場合によってはいかなる犯罪をも働き得るのではあるまいか。程よい人間などでは、西山は決してない。私は、 考え込みながら会社を出考え込みながら街路を歩いた自分自身が愛おしくそして惨めだった程よい人間心につぶやいていると涙が出てきそうだった干渉も程よくせよと反省して顔を上げ 私は。タバコを吸った。